どうも、今回はオーロット使ってランクマッチ潜っていこうと思うんだけど、今回の技構成はね、呪いとウッドホーン、これでねやっていこうかな。ウッドホーンで敵のことをね突き刺して、まあ、ブルドーザーみたいにね一生ストレス与え続ける。呪いの追加効果でウッドホーンの技のクールタイム一瞬で0秒とかもできたりもするから、それも使ってもね連続でとにかくストレス与えていきたいね。で、今回の持ち物が力の鉢巻きに猛攻ダンベルにお助けパリアっていう構成なんで、まあ、しっかりとねまずは筋トレをバチバチにねやっておいて、ね、で火力の底上げからのお助けパリアで、まあ、しぶとく生き残り狙うは連続キル、それ狙ってきたよね。欲張りスとかがゴールチンしてくれるんだったら、ここはね一気にそういうのに甘えといてでやっていくしかないよな。いや、自分に残ってさ敵に取られないようにするっていう選択肢もありっちゃりなんだけど、結構リスキーだからさ。来た、これはもう枝突き、ナイスいいよナイスエスバ、助かった。で、欲張りスが来てるから、こいつらもちょっとこういうやつもちゃんとやっていきたいんだけど、エイプもちょっとこっちに寄せた方が良さそうな気もするんだけど、来た。うわ、マジか、最悪。俺が取ってあげれるわ、よかったんだけど。まあまあ、でも結構いいんじゃない？育ってるよね、だいぶ育ったよね、俺らで。結構いいよ。で、俺もね、3回ぐらいもうつぎ込めてるから、結構ね、筋トレの力もね、ガンガン上がっちゃっていってるから、いいね、ニーフィア！ 2 連キル。ただまあ、敵の多分、なんかニーフィアが残ってるのはもうちょっと、しゃあないところはあるからね、しゃあないところあるからしゃあないんだけど、やばい。こっからでも特性使えば俺早くなれるからいいんだけどさ。いや、惜しいなぁ、ちょっといけねえわ。一旦回復だけしていきたい。くっそ。言ってあげればよかったなぁ。そうなんだよなぁ。すばちょっと最初がやばいもんね。言ってあげればよかったなぁ。あれちょっといけるあれ。無理そう？無理だね。じゃ、一旦あそこのは、上のはエスバに渡しておきながら、これを敵に取られないようにやっていきたいんだよね。で、相手がもうさ、あれ覚えてんのよ。あれ覚えてるってか、あれだね、欲張りスになってるから、憎き。欲張りスになってるから、さ、枝月のクールタイム回収しといて、そう、枝月も0秒とかにしていけるからね。まあいいかな、でも、このままちょっと下レーンに向かおう。で、呪いを積みながら、敵に持続ダメージ与えといて、で、敵の攻撃受け止めて枝月でしっかりと引いていくみたいな。スッて枝月で入っといて、これで相手の目をつこう。それで、下道だけど。オロチドッポの空手でいこう。そういう、なんて言うんだっけ。戦術空手みたいな。そんな感じでいこう。で、しっかりと枝突きバンって当てといて、で、呪いフィニッシュしといて、まあ、あとはもう頑張った俺も。死ぬ前に呪いフィニッシュできれば、結構いい感じの削りを入れるから、ただ、最後死ぬ前に、枝突きぐらいは、打ちたかったね。枝突きぐらいは打ちたかった。ナイス。押せそう。いや、最高。最高か君ら。30いける？ S 場が来てんのがそこで来てんのがまずいんだよね。ちょっとこれさ、ガンガンちょっと助けてあげない、これ。助けてあげないとさ、ここ。大丈夫そうだね。S 場がね、ちょっと結構しんどい感じあるからな。いやー、殴っちゃうか、これ。どうしよっかなー。どうしようもないにもさ、一旦ちょっと殴るんだったら殴るで、殴らないんだったら殴らないっていう風にやっていかないと、ちょっと流れ、あれがね、ちょっとニンフィア仕留めなきゃ、ニンフィア。枝月で、よし、ナイス、いいよー。で、痛み分け、いや、違う、ウッドホーンだな。危ね。ウッドホーン、取れるかなこれ、どうだろう一旦。よし、取った。ナイス、いいよ。で、呪いしっかりと使っておいて、なんだこれはよ。最後にわけわかんねえ。吐きやがって。で、あそこに向かって、ブルドーザースタイルやっていきたい。ここに、ウィーン、ドクシッ。で、呪いのダメージをしっかりと当てていきたいんだけど、いや、一旦ここに30ぶち込んでいこう、30。30をしっかりと、ぶち込んでおいて、で、40もぶち込んだね。ナイス、いいよ。間に合った。俺のウッドホーン。ウッドホーンでしっかりと、貫いていこうぜ。で、S バリもなってっからね。ちょっと一旦レベル上げだけ俺もしていこっかな。今、いい感じにさ、レベルがさ、8の半分だからさ、ここでさ、フィニッシュかましておいて、で、9レベルになってるから、で、これでお助けバリアも発動できるからね。だいぶ固く、立ち回っていけるよ。で、ウッドホーンって打った後になんか通常攻撃のあれが変わるみたいな。あ、いいや、魔女じゃねっはっはっは。そういうところで君ね。さあ、これもう呪い。何くっそー。入らんかったな。まあまあ、しゃあね。ちょっと、ロトムこっちに寄せるわ。一旦ね。で、呪いもしっかりと積んでおいて、いいよ。こういう技をちゃんとね、やっていきたいね。で、ブルドーザーで、ウィーン、デュクシからの、いないと、吐いて、
はい、からの、もう一丁、ブルドーザーで。どこ行くんだい制御不能。制御不能になってるの。いや、これさ、角で敵を突き刺したらさ、回復できるんだ。これいいよね。欲張り正直追うだけ無駄だからさ、もう下ルートに集合しようぜ。あいつはもう無視でいいと思う。まあ、あれが終わったら、カジル神とかロトムが終わったりしたら。あいつはもうね、関わるだけね、結構ね、ストレスが溜まるだけだからさ、なるだけもう無視でやっていきたいよね、できれば。さあ、あとはね、あと十何秒で湧くから、ユナイタズちょっと入っちゃったけど、まあ、マシはない。死ぬかマシやろ、あそこで。さあ、ニンフィアが上にいて、なんだろう。なんかあんまいない気がする、敵が。ガンガン殴っちゃっていいかも、これ。ガンガン殴っちゃっていいかも。一旦呪いとか、呪いも一応吐いていこっか。敵が来ねえから、殴って、はい、そのまま、ウィーン、デュクシュ。からの、フィニッシュして、ウィーン、デュクシュ。はっはっは。はっは。いや、エスバ、相手のエスバ発狂だろうな、マジで。あのオールとだるすぎって。さあ、あれなんかいた？いるよ、なんか呪い。あー、まあでも妨害無効だから無駄。無駄だわ、無駄。撤退しよう、撤退していこう。さあ、あとはね、どうしよっかな。てか、スピーダーブルドーザースタイルもやっていけるわけよ。まあ、俺は。それがなかなかいいよね。さあ、あとは、しっかりと通常攻撃で殴っておいて、まあ、呪いは、どうせ適当に、ウッドホン使う先、最初に。あ！ギリウッドホン使えたらさ、あれだわ、すぐ回復できるわ。いいね。結構タイミングギリでも、ウッドホンのクールタイム回収できるから、それがなかなか、いいわ。学んだね。じゃ、一旦解放しよう。クールタイムも取り戻したいから。で、2秒でしょ。ちょ、一旦さ、あれするわ。ロトムさ、運ぶわ、こっちに。どんどんこっちに運んでいくわ。で、しっかりと呪いも使っておいて、で、呪いフィニッシュで取っていく。オッケー、いいよ。欲張りスもいるんだけど、ユナイトは、まだまあ、温存でいいかな。うん。ちょっとあれ、無理そうだし、来た。ウィーン、なーに。あいつちょっと倒したいけどな。ここまで来たら。まあ無駄だね、でもまあ無駄だ。撤退しよう。俺たちの集合レーンが荒らされそうな気がする。欲張りスに。欲張りスに荒らされそうな気がするから、ちょっと行きたいんだけど、どこ行った欲張りス。いない？まさかの。いないかな？あ、いなくなってるね。いなくなってるんだったらいいや。ちょっと14レベル目指そう。やばいね、負け筋引いちゃってるかも。ロトムのを攻めるのってなかなか難しいとこあるからね。かじり紙寄るか、俺も。本当はもう間に合わなさそうだから、下ルート行くね、俺も。蜂とか買ってレベル13目指そうと思ったけど、不思議花がやるんだったら、ここでちょっと殴ったりしてやっていきたい感じはあったりするよね。殴っといてさ、呪い使っておいてさ、敵が来たらブルドーザー使っていくわ。敵が来たらブルドーザー使っていけばいいから。さあ、来た、ブルドーザー、ウィーン、デュクシ、ははは、ははは、なんか、えぐいよな。オーロットの技って、枝好きとさ、もう一つなんだっけ。えぐいね、なかなかね。さあ、ちょっとこういうのはさ、もう、ちょっとスタンダー殴って、敵も味方も、てかもう、みんな殴って、エスバも、ニンフィアがいないんだったら、もう殴っちゃって、で、ウィーンってブルドーザーでやっといて、で、あとは、ユナイトしっかりと、ユナイトぶち込んでおいて、いいね。ユナイトはけてね、ユナイトしっかりとぶち込んでおいて、倒しておいて、あとは走って、もうスピーダーも使っちゃうよ、スピーダーも使って、やばいな、早すぎる。早すぎるな、今のは。なんかちょっとキモかったね。いやね、今回はね、マジで、ね、気持ちいい。このブルドーザーめちゃ楽しいんだけど。ブルドーザーからの呪いからの、呪い解放からのブルドーザーっていうムーブが最高に頭悪くて楽しいんだよな。めっちゃ敵のこと妨害できるしね。ナイス、楽しかった。いいね、今回。フルアタッカー構成みたいな。まあ、そんな感じだからさ。まあ、でも俺が多分一番硬いから、どんだけね、俺がね、ブルドーザーで、敵の邪魔をしていけるか。まあ、そこにね、勝ってるからね。で、俺もね、連続キルをね、諦めたわけじゃないからね。ちょっとタンクっぽい動きをするかもしれないけども、諦めたわけではない。俺はもう、3連キル。3連キル目指していく。どのキャラ使っても3連キルする。ハピナス使っても3連キル狙う。すべては3連キルのために。わー、ゴールチェンジしてねえな、こいつら。ちょっとそういうやつはちょっと許せんからな。ナイス、やってけ。で、
枝継ぎで。ナイス、取ったね。ルカリオ取ってくれたね。一旦ちょっと引きながらやってた方が良さそうな。で、敵がなんかめちゃくちゃ狙ってきた。あ、取れた。めちゃくちゃ取れた。これもちゃんとさ、ドンってやっといて。あ、調子乗った。思ったより急に減ったわ。オールトってなんか特性でさ、結構回復できるからって思って調子こいてても、ちょっと危ないよね、マジで。まあでもかなり経験値、相手から奪えたね。だいぶ奪えたね。まあ、ゴールチェンジしてくれればめちゃ助かったんだけど、全然ゴールチェンジあいつらしてくんないからさ、助からんかったわ、マジで。まあでも4-4で悪くないね。で、こっからちゃんとルカリオが押し出してくれたりすると思うから、やっぱルカリオいると結構安心感あるよな、やっぱりな。押し出しておいてって、コメントパンチ押し出してもらってって、やっていけたりもするからさ。それやるんだったらちょっと俺も行かなきゃな、これ、しっかりと。仕返しや仕返し。おらやばすぎ、やられちゃった。一旦8ポイント決めて、8ポイント一旦決めておいてで、呪い覚えておきつつ、だるいな、あいつ。ちょっと待てよ。一旦落ち着いていこう。一旦前張ってあげて、で、逃がす時間をちょっと作ってあげよう。で、スピーダー使ってさ、逃げたりしてあげればいいから、ね。味方を逃がす時間をちゃんと作ってあげようぜ。ナイスよ。で、頭は単純に猛攻ダンベルを決めたかったっていうだけなんだけどね。単純に。新速準備 OK。俺、OK。じゃあ俺も、枝付け準備 OK。これで相手の目を、チュンって。オロチドッポだから。オロチドッポだからさ。これで、相手の目をチュンってやるしかないからもう、なんでもありだから。バキの世界は。現実世界はダメだけど。そんなことしちゃダメだけどさ。いや、味方のファイアロー相手の陣地荒らしに行ってるな。かなりファンキーな。ファンキーファイアローだけど、お前、焼き鳥にされとるやん。やばいて。焼き鳥にされとるて。下ね、行くか。6レベルになってるし。あ、俺、あれ覚えたいな、あれ覚えたいんだよね。なんだっけ、ブルドーザー。そろそろブルドーザーとかも覚えていきたいからさ。ちょっとやっていこうぜ。ルカリオそれ買って大丈夫それ。あ、7レベルになれるんだったらまあいいか。さ、しっかりと。ダメだね。スピーダー使って逃げていこうぜ。あー、だるいな。でもちょっとまあみんなも集まれてないから、取られんのはしゃあないね、蜂を。ここでもぎ取りに行ってもちょっとしんどいだけだもんな。さあ行って、枝付きで行って。で、これちょっと今押すのが正解なんじゃん。これ押さなきゃこれちょっとどこで押すよっていう感じになっちゃうからさ。押すしか、ないと思ったけどでも、かじり紙いったね。あ、でもまあ大事。いけそうだね。みんなで押せば、今のみんなで押したいなって思ったけど、でもまあなんか、いけそうだ。取れそう。ナイスナイス。結構ナイス判断だったかも、それ。俺も、前にご了承した甲斐があったわ。さあ、あとはウッドホンしっかりと使っておいて、ウィーン、デュクシ。なんか、なんで拾わなかったの、こいつ。だるいわ、それちょっと。あいつ、逃げたな。あれはもう完全にもう卑怯者や。あれはもう卑怯者。誰がなんと言うと、あれはもう許さん。俺は。誉れがない、誉れが。さあ、あとはね、上レーンにみんなで集合しておいてさ、いろいろちょっと やっていきたいんだけどさ。あ、なんかそう、あんまり、あれかな。5人でめちゃ来てるから。しんどいな。状態異常とかめちゃ付与されるからさ。クソしんどい。さあ、まずはしっかりとブルドーザーでギュインって言っといてで、乗り積んでおいて、あ、まずいこれ死んだかも。大丈夫、いける俺なら。どうしようもないこれも。無理。一回割らせてもいいかもしれん、これは。一回割らす、あ、でも3人来てるんだったらちょっとブルドーザーでブイーンって言っといて、あ、みんな引いたわ。俺だけ残ってる。引けばよかった。引けばよかった。戦うのかなって一瞬思ったけど、普通に引けばよかったね。で、ユナイト技覚えたいんだよなぁ。ただ、あんまりもう湧いてないからさ。そう、湧いてないから、この辺とかちょっと、もらっていくか、みんなも多分9レベルに慣れてるでしょ。慣れてるから、ここら辺とか、もらっていこう。足りんじゃないと。さあ、あとはどこら辺に、まあ、ただ2回目のかじり亀戦までに、ちゃんと、使えればいいんだけどさ。あとはなんかあんまりチームのね、連携とかあんま取れてないから、俺もちゃんと合わせてね、バチバチに。やっていきたいね。でも早め集合でも、ブラック企業ムーブで一体感を出していこう。早めに、ね、出勤することによって、一体感。さあ、ブルドーザーしっかりドンってやっといて、呪い積んでおいてスピード使って。ダメだ。これはダメだ。死ぬよ。エスマの攻撃、痛いよ。クソ痛い、エスマの攻撃。マジ痛すぎるんだから、エスマの攻撃。ほほ、いいね。で、しっかりとそこにユナイトぶち込んでおいて、スタンさせておいて、ブルドーザーでいっといて、で、呪い使っておいて、で、ピカチュウもちゃんとさ、ウッドホーンで、枝で、ギュクシカ。いいよ。いや、アマージュとさ、連携取ってさ、俺がスタン取って、アマージュがもう火力取ってやっていくっていう。そして俺はピカチュウを、
デュクシする。ただただ俺ピカチュウを突き刺す。俺の仕事。俺の仕事なんで、噛み合ったな。いいね。めっちゃいい感じに噛み合った。さあ次ちょっと上ルートに集合していこうぜ。できたら集合していこうぜ。ちゃんとね、ここもね、しっかりと経験値をね、レベル上げしといて、11レベルになりたいな。呪いのアップグレードちゃんとね、やっていきたいんだよな。ナイス。よ。キューコンがいるな、キューコンが。なんかいろいろ、あ、でもなんかいろいろいるわ。揃うかな、上ね。いや、これ撤退でいいかも。なんか、このみ、今回の味方、上レーンあんまりそんな大事にしない感じはあるから、撤退しといてさ、いや、ま、一人で突っ込んでも死ぬだけだしな。だから、撤退しておいて、ワンチャンラストヒット狙うのもありだけど、正直死ぬ未来しか見えんから、あ、ルッカリオうまいな。ボーンラッシュ置いておいて、で、置いておいて、そこで、ちょっとワンチャンラストヒット狙って、あれするみたいな。素晴らしいね、君。マジ素晴らしいよ。いいもん見せてもらった。さあ、呪いフィニッシュで、ちょっと仕留めていこう。多分ルカリオがそっちかるから、俺こっちでやっていこう。俺も13レベルになっていきたいんだよ、やっぱり。13レベルになっておいてさ。で、さらなる火力。さらなる火力をね、追い求めて、やっていきたいんだよな。この呪いフィニッシュの時間にさ、ウッドホーン溜まったら、ね、一瞬で撃てるようになるのマジでいいよな。さあ、いけるぞ。結構下レーン白熱してるな。白熱してるね。ちょっと向かうか。あ、でも割られてんのかも。割られてるんだったらちょっとレベル上げしていこう。2対1だったら多分勝てるよ、ヤドランぐらい。いけるっしょ。ナイス、いいよ。でもその間に俺13レベル。13レベル。13レベルに取り憑かれてるからさ、もう正直。正直もう13レベルしかもう頭にないから、俺も。かじり亀でも湧くから、下レーン集合する？このかじり亀取ったらみんなで全体的にレベル上げれたりしていけんじゃない？まあ、そんな殴っ、あ、ピカチュウ、S バとか狙っていきたいな、まずは。ナイス、いいよ。で、スピーダー使っておいて、あそこに向かって、あ、これ最高、ブルドーザーでしっかりと焼き払っておいてで、あとこいつ、こいつピカチュウ、おい、ピカチュウ、どこに行くんだお前は、フィニッシュして。で、ウッドホーンで、ウィーン、ディクシュ。これいけるか、50。いけるか、これ50いったらマジでかいよ。マジでかい、マジでかい。うわ、でかでかすぎ、この50。クソでかいんだけど。100ポイントじゃん、100ポイント。中央エリアに集合していこう。ヤドランいや、中央エリア行こう。ヤドラン今2対1で挟めたけど、まあ、中央エリアで人数より作って縛くのが結構最優先な感じあるからね。呪い使って。呪い使っておいてで、でフィニッシュしっかりと決めておいてで、もう一丁決めて。もう一丁決めておいてで、あとこいつない、こいつ。で、ユナイト吐いて。ドンってユナイト吐いておいて。まずいかも、これ。死んじゃうから。ピカチュウぐらい持っていこう、ピカチュウぐらいは。いや、ピカチュウ持ってけんわ。ピカチュウ持ってけんわ。で、ドンって開いて、ブルドーザー。おーおおお前、ブルドーザーって感じ。今のブルドーザー外したのめちゃくちゃ痛いぞ。ちょっとね、俺たち攻めすぎだね、これ。ちょっと相手陣地に入りすぎだね。まずいね、だいぶね。3人切りいかれる。うわー、いいね。カズノリ活かしていこうぜ。マジ、カズノリくんって感じ。これ取れるかな。でも、ファイアロー生きてるから、ラストヒットは多分大丈夫だと思うんだけど、取れる、それ。いや、ナイス！いいねえ。今回の試合ね、俺、ちょっとダメなこと、ブルドーザー外してんだよ。ブルドーザー外してんだよ、今回。ダメだね。ちゃんとブルドーザー決めないと、やっぱり。いや、でも楽しいな、ブルドーザー。ブルドーザーは結構ね、楽しいな。やっぱ味方の癖もちゃんと読んでね、立ち回っていく。ドラの醍醐味よな、これが。おし、3試合目もね、サクッて勝って。終わりますか。サクってブルドーザーで、サクサクしまくって。じゃ、枝付きでサクサクしまくって、ね。で、それ成長したらもうブルドーザーでもう、ぐーってやっていきながら、やっていこうぜ。ブルドーザーのいいとこってさ、あれだよね。敵の集団も、あれできるんだよね。集団に対して打ち込んでも、ね、引きずることできるから、なかなか、いいよね。まあ、でもちょっとでもミスっちゃうと、敵に陣地に突っ込むってことだから、普通にさ、死んじゃったりするんだけど、ルカリオに従ってもらおうぜ。ナイスナイス。今回ね、ピカチュウがね、ゴールチェンジしてくれてっから、マジで助かる。本当に助かってる。だいぶ助かってるよ。いや、いいね。あれはもう、いいネズミ。あれはもういいネズミだから、やっぱり。でも俺たちのルカリオいじめてるから、いいネズミではないかもしれんな、もしかしたら。ナイス、コメパン。許せんな、俺が壁になる。俺が壁になる。優しさを見せてこう。このハトポッポーに。ハトポッポーに優しさ見せてこうやって。意思疎通。意思の疎通をやっていこうぜ。騒がしいな。想像しよう、マジで。さあ、
ここでいかにあの蜂を取っていけるかだよね。できればね、相手にもルカリオいるから押せるかどうかなとこもあると思うけど、ガンってやっといて。取れた？取れたかな俺たちで。どうだろう、取れてない気もする。ハトポッ、ハトッポやれちゃった。まあまあしゃあない。エレキボール痛いもんね。ルカリ、これルカリオやりたいな。ルカリオ、ルカリオやっていきたいんだけどさ、枝付きで行って、枝付きでスピード使って。いやあんまり追いすぎたら死ぬからね、落ち着いて。ルカリオが帰るまで耐えるぐらいのあれで行こう。これ枝付きでいけそう。枝付きやっといて、でしっかりと鬼火使っといて、やれ。ここで仕留めなきゃダメだろ。ナイス、仇は撃ったぜ。ルカリオ仇は撃ったぜ。素晴らしい。ここでやっぱ仇をねちゃんとね撃っていかんとやっぱお話にならんわけよ。やっぱり顔向けできん、ルカリオに。でしっかりと呪いも積んでおいて、ただあのピカチュウがいたらちょっと助けに行こうにもさ、あんま助けに行けないんだよね。普通に死んじゃうからこっちもさ、難しいんだよね普通に。さあピカチュウが来るのを耐えるだけなんだけど、まあ呪いがあれば結構いい感じにいけるかな。さあルカリオは大丈夫、これ絶対絶対決めるそれ。もう絶対絶対も決めす。なんで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 な追いかけていこう、こいつは追いかけていこう。まあ地の果てまで山をちょっと下で向かおう。ソロ墓地下ルートに向かうわ。ブルドーザー覚えたいけどな、ちょっとな足りんな、ちょっと無理だな。少し待っててっていうのとかあるんだね。そんなシャッターあるんだね、いろんなシャッターあるな。さあなんか調子こいて突っ込んでくる柔らかアタッカー、柔らかアタッカーをまずぶししばけたら結構最高なんだけどさ。さあ呪い使っておいて、で枝付き打っておいて、でしっかりと、う、あぶね、う調子こいて突っ込む、あ、突っ込むやつって俺のことだった、自分のこと言ってたわ。危な危ないや危なかった、密輸でしょまだ。いや結構ね経験値は取れたけど死んだら意味ねえんだよな。まあでも戻れそうではあるから、あーでもやばいな。まあ2ダウン取られたらちょっとしゃあなくなるか、しんどくなるか。枝突き打っておいて、でこういう少ないところでフィニッシュしといて、で枝突きしっかりで枝突き打って戻りたかったんだけど、まあまあしゃあないしゃあない、1キルはちゃんともぎ取れてるから、まあまあしゃあないっていうしかないなもうまあウッドホーンを覚えてからが本番とかあるからさ。でしっかりとちょっとレベル上げ、ユナイト技覚えたい。普通にユナイト技ちょっと覚えてやっていこうぜ。ユナイト座覚えんとさ、ちょっとお話にならんわ。早く、早くユナイト座覚えて、で、だって相手のことつけるようにならんとさ、あいつ9レベルになりそうだもんな、もう。そっか、カイリュウもまだあれか、ユナイト座覚えてないのか。なるほど。なるほど、わからん。なるほど、わからん。まあ、適当に、ウッドホーンとか使って、なんかこう、あ、誘拐とかしていけたらなんか、いけそうな気もするけどね。ナイス。いいよ。ルカリオにしっかりとフィニッシュしたい。フィニッシュしたかったんだけど、スピーダー使って、スピーダー使っておいて、痛い、痛いな、これ、めちゃくちゃ痛いな。ルカリオのことちょっとやりたかった、痛い痛い、マジで痛い、マジで痛い、本当に死ぬ。もう3回目はちょっと死にたくない、俺結構死んでるから、前半。前半だいぶ死んでるから、正直もう死にたくない。下で向かうか、今の間に。今のうち下で向かっておいてさ、上レーンにエスバがいるからね、やっぱエスバの火力痛すぎるわ、マジで。しかも今回 S 場に対してこの一気に詰める手段みたいなの持ってないからさ、持ってないからブルドーザでギュイーンってゆっくりゆっくり行くしかないからさ、ちょっとしんどいんだよな。ピカチュウいるからこうやって回るか、一旦回ってった方が良さそうだね。ゴール決めるのも結構ありなん、ありっちゃりなんだけど、絶対いるっしょそれ、絶対いる絶対いる絶対いる。何気配を感じた。おい、お前もしかしてびっくりした。嘘、なんで避けれた、それが意味がわからん。ユナイト、あぶね。で、ユナイトで一旦吹き飛ばしておいて、で、ルカリオ来てるから、こいつもウッドホーンで一回しっかりグイーン、ジュクシって、やっといて、ナイス、呪い吐いて、呪い、しっかりとまずは、ウッドホーン、スピーダー使ってウッドホーンでグイーン、ジュクシからの呪い使っておいて、あとは、フィニッシュしたい、フィニッシュして、で、グイーン、ジュクシ。捕まえれんかった。捕まえれんかった。いや、でも、結構削ったのルカリオがやってくれたから、大丈夫。大丈夫、アシストさえ入ってれば先般ってバレんからな。大丈夫。何も大丈夫じゃない。まあ、キル取りたいんだけどね。さあ、まずは、カイリュウが殴ってるから、ちょっとそこら辺とかもちゃんと殴っていきたいんだけどさ、ちょっときついな。ちょっときついとかあるな。まず敵のことをさ、敵の数減らしてから殴りたいけどね。やっぱカイリュウはあれ殴りたくなっちゃうよね。破壊光線あるから無理やり取りたくなっちゃうよね。さあ、そろそろちょっと上レーン向かっておいてさ、あれしていこっか。
カジリ、ロトムか。ロトムちゃんと重き取っていこう。もう、しゃあないからね、取られたのは。取られたもんはもう、しゃあないからさ。カジリガメをさ。だここでちゃんと、集団戦とかこなしていけたら、最高だからさ。一旦ちょっと、こっちに引き寄せるわ。少しでもなんか自分陣地に有利な場所で戦っていく。そういうスタイルでやっぱやっていきたいからさ。ウッドホン使って。やばい、死ぬ。これも取られちゃったか。全体的にちょっと、ピンチ。大ピンチ。大ピンチって感じ。ナイスそれ。めちゃくちゃナイス。ウッドホン使いたかったけどなぁ。なんか、急にドンってされた。壁ドンされた、急に。オールトに壁ドンしてくるなんて、すごいいい性格してるわ。いい性格してるわ。まあ、最終目標11レベルかな。って感じはあるよね。もう。そんなレベルも、カシリガメとか取れてないから、レベルもそんな高くないのと、あと、集団戦そんなに多分勝ててないから、みんなレベルがね、低いと思うんだ。これもう、勝つためにはサンダー戦でうまいこと やるか、あとはもう、ああいう孤立してるルカリを、みんなで縛き上げるかしかないんだけど、結構いい感じに逃げてるもんな、ない境合戦。あ、やれそうだから、いいや。いや、でもなんか、あれだな。敵がなんかたくさん集まってる気がする。どうだろう。集まってるね、やっぱそうだよね。これ今行くしかねえっしょ。行くしかないっしょ。スピーダー使って。はい、グイーン、ドンって突き飛ばしておいて、ぶっ潰して、40決めれる ?50? あ、50あんのか。いいよ、50決めて。ナイス、いいよ。これさ、ちょっと集合でいけるかも。集合で殴れば、みんなで湧いた瞬間に殴れば、いけるかも。殴れるかどうかわかんないけど、いけるかも。あー、どうだろう。殴れっかな、みんなで。間に合うかな、9秒で。やばい、これ。行くしかない。ブルドーザーで。何?やばい!もう一丁。かーやったわ。やったわ。やったわ、これ。これやったわ。これ、もう負けたら俺のせい。もう負けたらこれ俺のせいだわ。もう無理無理無理。加藤だから。負けたら俺のせいだから、加藤。これ絶対勝つぞ、これ。負けられん、これもう。これ負けたら、もう多分視聴者にめちゃくちゃ馬鹿にされるから、もう負けれない。もう悔しいから。負けれない、これはもうさすがに。さあ、狙い目はルカリオとかか。あそこになんか溜まってる気がする。ちょっと前出て、あ、めっちゃいる、めっちゃいる。あ、めっちゃいる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 。めちゃくちゃ多い。さあ、配置走って、ユイーン、ドンってやってて、しっかりとユナイトゾーをぶち込んでおいて、呪い入って、呪い入っておいてで、いや、でもいいスタンワンと削りは入れてたから、ここではルカリオとかに火力を取って、行ってもらおう。あとアタッカーの職人に任せる。いや、素晴らしい。素晴らしい。いい起点になったんじゃない?ちょ、あとさ、中央で、殴っていこう。あ、そう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 。いいね、いいね、いいね。もう見てるだけ俺も。応援団長。大丈夫。大丈夫。運動会とかでまあ、やっぱ、足が速いやつとかが正義じゃないもんね。だってね、そうなんだよ。やっぱり。応援団長っていうのがあるから、やっぱり。すごい便利だね。便利だね。応援団長っていうことはすごい便利だね。いいね。なんか、いやまあでも、最初にね、スタン取ってね、ウッドホーンからの、ね、開幕、決戦の火蓋を上げることできたもんね。まあ多分俺、決めんくても多分大丈夫だから、レベル上げしようかなって思ったんだけど、どうだろう、レベル上げしといてで、敵が来たら、やるみたいな。で、海竜加速装置が持ってると思うから、海竜だけ生かして、あとなんか守りとかでも全然なんか、良さげな感じあるよな。よく勝てたな、マジで。本当にミスったの。もう、キューコン来てるから、この、ウッドホーンでさ、ねえ、ユイーンって邪魔してさ、完全にカジリガメ取ろうっていう作戦だったんだから、まあ、キューコンお前そういうとこだな、お前。お前ってさ、お前のせいで俺はな、すごいね、恥かいたね、恥かいた。やってこいつよっしゃ、ナイス、いいねもう最後にもう、キューコンだけはね、もう絶対しばこう。あいつが寄ってこなければ、こんなことにはね、ならんかった。俺は悪くない。あくまでも、寄ってきたキューコンが悪い。もう貫き通そうだ、それを。ナイス。